こんにちは、サラです。本日は明星75年10月号の野口五郎さんの記事を朗読したいと思います。まずね、西富山の駅でね、なんかこう、今にもジャンプしそうな感じのポーズを取ってるね、五郎さんがいます。肩にかけてるのはね、これボストンバッグだと思うんですけどね、ちょっと小さめですね。あと首にはね、マフラーを巻いて、上にはハンティング帽子っていうのかな。で、左手にはね、右手には、なんかメガネをかけてますね。持ってます。それでね、見出しがね、小さな秋、野口五郎、全国縦断の旅となってまして、記事がね、今年の夏も五郎くんは東京からスタートして、大分、福岡、広島、島根、大阪、愛知、長野、富山、宮城、岩手、青森、北海道と、全国縦断コンサートの旅に出ました。デビュー5周年を記念しての今回のツアーで五郎くんは2つのことを心に決めていたのです。本当は内緒の話です。その一つは、この旅の間に歌手としての自分をもう一度見つめ直すこと。2つ目は、19歳になった佐藤康史とはこんな人間ですってファンに伝えること。そんな五郎の心情をキャッチしてみましたとなってまして、次めくりましたらね、ステージの写真がね、3点がありまして、ここにね、いろんな記事がありますので、朗読したいと思います。で、記事がね、ありまして、その記事の合間にね、ちょっと感想もね、述べてみたいと思っております。今回のコンサートで、第2部の頭に、一人ぼっちの栄光というサーキット毒を扱った組曲をやりました。これは世間で騒がれた暴走毒と言われる連中に、僕自身がとても共感する部分が多かったからです。喧嘩したり人に迷惑かけたりにはもちろん反対ですが。だからファンの方に何かを感じ取ってほしいという気持ちで必死に歌いましたとなってまして、なんとね、サーキット毒というね、当時まあ暴走毒でね、まあその山道とかをね、こう競争したりとかね、まあしてたね、方々がいまして、それの件に関してね、ちょっとね、五郎さんも共感する部分があると。多分おそらく、こう、自由を求める心とかね、そういうムーンにね、共感したのかなと思いますよね。で、まあ、夢中になるものがあるっていうね、それも共感している部分かもしれません。次はね、松江、島根県でのこと。連日ここで、桜田淳子ちゃんのショーがあったんです。それで、僕が来るというので、淳子ちゃん、わだわだ待っていてくれたんですって、僕の到着時間がずれて会えなかったけれど、彼女っていいとこあるな、ってことでね、純子さんのね、ことに触れてまして、ちょっとね、彼女っていいとこあるなって、ちょっとまあ再認識したっていうかね、可愛いなって思ったのかもしれませんね、ちょっとね。でもね、坂井純子さんもね、本当に、なんていうか、律儀というかね、義理がたいというかね、五郎さんが来るって言うんで、わだわだね、ちょっと待っていて、で、到着したら、まあ、ね、お疲れ様ぐらいは言うとこだったのかな、と思いますけどね。その次はね、旅の間、体の調子はグッドでした。例のこと、ヘルニアを考えちゃうと、ステージで歌えなくなっちゃうんで、全然気にしないように、努めていたのです。それが大成功、となってまして、まあ、このね、縦断コンサートのね、合間中ね、体の調子はね、良かったと。で、まあ、ヘルニアがね、ちょっと持ってるんで、心配したんだけど、考えなくして、それに、歌にね、一生懸命打ち込んだら、それがうまいこと、言ったというね、そういう振り返りをしてますね。まあ、何事もね、一生懸命すればね、病気のちょっとぐらいはね、なくなるというか、まあ、緩和されるんでね、多分そういうことだと思うんですよね。その次はね、今僕は片思いをしています。えへん。その女性のことを思うといつも胸がキュンと締め付けられてしまいます。今までいつもそばにいる人だったのに気がついたら恋していたんだ。でも自分からその恋を告白するなんてとてもできない気がします。今の僕の気持ちを大事にそっとしておきたいのです。もしもその人から好きですなんて告げられたら僕はきっと彼女を避けてしまいそうなんです。その女性の名前、それはちょっと勘弁してください。とにかく片思いなんて僕初めての感情なんです。となってまして。
なんとね、片思いをしているということをね、告白しておりますよね。なかなかね、これね、ファンの方にとったらね、大問題でね、一体誰なのかっていうね、当時はね、この記事読んだ方、気にしたと思いますよね、本当に。しかもね、身近な存在となってるんで、マネージャーかなとか思ったとか、でもマネージャー多分男のはずなんで、どうでしょうね、いつも共演している方なんですかね、ちょっとわからないですね。その次はね、デビューして5年目、19歳になった僕は最近自分のことを客観的に見られるようになりました。以前は夢中でやっちゃうと良いことと悪いことが分からなかったんです。それが現代はなんとか分かるようになってきた気がします。歌のことでも普段の生活の中のことでも。となってまして、デビューして5年してね、19歳になったね、五郎さんがね、自分のことをね、ようやく客観的に見れるようになったと、そういうことをね、おっしゃってます。以前はね、夢中でやることがいいことだと思ってたんですけど、それがね、夢中じゃちょっとやりすぎるかなっていう、まあ、なんていうか、客観視しながら、自分をちょっとね、抑えることもね、大事なんじゃないかということを分かってきたのかなとは思いますね。その次はね、10月から全く久しぶりにテレビコマーシャルが始まります。チョコレートの CF です。それからラジオの DJ もやることになりそうです。ただし、映画やドラマはもう結構となってまして、久しぶりにね、10月からね、テレビコマーシャルね、することになったと。チョコレートのね。で、ラジオの DJ もね、やることになったと、いうことで言ってまして、ただ映画はね、とかドラマはね、やっぱりしんどいでしょうね、セリフ覚えたりとかね。でもそれはね、結構ということをね、言ってますね。まあね、映画とかね、ドラマとかいうのはね、やっぱりその練習も言いますし、セリフも覚えなあかんし、ちょっとしんどいんでしょうね、多分ね。若干ね、まあ自分には向いてないと思ってるんでしょうね、多分おそらく。その次が、輸入版のレコードを相変わらずよく聞いています。特にソウル的バラードが多いな。輸入版はジャケットの英語を突っかえながら読んでるのがすごく楽しみなんです。パワフルピープルなんてそれはご機嫌となってまして、やっぱりね、音楽好きなね、五郎さんらしくね、輸入版のレコードをね、結構聴いてるんですね。やっぱりその、なんていうか、エレキ弾いてるぐらいなんで、どっちかったらコンテンポラリーというか、インストが多いのかなと思いますけどね。で、本人曰くね、ソウル的バラードが多いと。そういうことを言ってますね。やっぱ結局、エレキも好きなんですけど、ギターも好きなんですけど、結局、その、音楽というか、歌が好きなのかな、そういう気がね、いたします。で、この下がね、桃江ちゃんのこと、なぜか気に入ってます。今年初めテレビの仕事でハワイへ一緒に行ったとき、ちょっと喋ったことがあるんだけど、そのとき、このこと一度じっくり人生論を語り合いたい、なんて思いました。彼女の何事にも、一生懸命な姿勢が好きなんです、となってまして、なんとね、桃江さんのことがね、ちょっと気になると。もしかしたら桃江さんかなと思ったりもしますけど、まあね、桃江さんも、この時点ですでにね、友和さんとね、いい仲だったんで、まあ、残念ながらね、そこまではいかないんですけど、やっぱりこの、一生懸命してるね、そういう姿とかね、見てたらね、やっぱり自分としてもね、グッとくるとこあったのかな、と思いますけどね、本当に。で、まあちょっと喋ったことがあるらしくて、その時にもね、多分、印象が良かったんでしょうね。ということで、やっぱり、ちょっと気になるってことを言ってますね。で最後はね、こうして僕は旅の間にいろいろなことを考え、そして生きてきました。これからの僕も、こんな風にいつも真剣に頑張っていくつもりですとなってまして、まあね、今のね、何点かに書かれているように、いろいろ考えながらね、生きてきたと。で、これからもね、そういうふうに真剣にね、頑張っていくつもりというね、決意のほどをね、語られております。で次めくりましたね、このね、アップの顔写真があって、これはね、最初のね、ページのね、続きみたいな感じでカラーになってまして、同じようなね、服装をしてます。で、ここにはね、楽しいこと、苦しいこと、いろいろあったなっていう、さようなら。そして、こうしていると、かすかに聞こえてくる秋の音色。僕はこの小さな秋を
感じる季節が一番好きとなってまして、まあね、本人もね、この夏はね、いろいろあったと、そういうことをね、振り返りながら、かすかに聞こえてくるね、例えば虫の声とかね、で枯葉のね、こう音とか、そういう秋の音色ね、それを感じるね、季節が一番好きだということをおっしゃってましてね、これで最後になっております。それではね、朗読もありましたので、この辺りでね、失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いいたします。